こんにちは、くんです。ファロファロファロー。ファロファロファローでやっていきます、ファロー。はい。いきます。スチャ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 。おいおい、ちょっと待って。スチャ。この上にいるな。ファロファロファローはいいんだけど、みんなさ、ホットの新作の PV どうすか、あれ。あれ、どう思った？あれ、なんか結構不評がすごいらしくてさ、なんか、まあ、低評価だらけらしいの。なんか、めちゃくちゃ評判悪くて。なんだこれみたいな。で、なんか BF のスタッフが、そのなんか、もう2010年かこれとか言って、なんかディスったみたいな。なんか、まあ、俺の意見なんだけど、まあ、俺そんななんか悪くないんじゃないかなって思っちゃったけどね。なんか、俺感覚おかしいのかもしんないけど、まあ、なんだろうな。でも、コットファン的にはあれダメだったのかなっていう。なんか普通に SF の FPS が出るぞぐらいのさ、感じのノリだったらいいんじゃないって思うけどね。SF 系のなんか FPS が出ましたみたいな。なんか、コットじゃなくてさ、ヘイロー6が出たぞみたいな。そのくらいの気持ちでやっぱ、コールオブデューティーはしないとダメなのかもしれないね、もしかしたら。まあでも、そんなつまんなそうじゃなかったけどな。そんなめちゃくちゃつまんないみたいな感じの雰囲気じゃなかったけど、なんか、まあこんなもんだろうって、宇宙舞台でしょ、うん、まあこんなもんだろうって、近未来が嫌だって言ったから、超未来にしてくれたんじゃない？近未来が嫌だから超未来という、最悪だよね。違う、そうじゃないって。もう近未来嫌です、近未来やめてください。じゃあ超未来にする、違う、そうじゃない。それは違う。でも、まあ、コットの人たちが悲しむ気持ちもわかるけどね。まあ今までコットシリーズとしてまあ期待してた人だったら、まあマジってなるのはまあわかりますけど、なんかあれだよね、もうコットシリーズやめて別の作品としてやればいいのにね。なんかそう思わない？もうコットシリーズ一回やめて別の作品としてさ、そのなんか SF でも何でも好きなのやりゃいいじゃん。もうそうすれば誰も不幸にならないのにさ、なんでそれをやっちゃったんだろうっていう。すげえな、これ両方使ったら半端ねえぞこれ。相当殺したわ。はい、まあそんな感じでね。まあ僕は特にコットとして期待してなかったんで、そのまあ普通に買いますし、普通に楽しみっすよ。コットとして期待してない分さ、期待値が少なかったっていうのもあるけど、コールオブデューティーが出るぞじゃなくて、もうFPS が出てくる餌だ餌だって感じだからさ、割とどうでもいいっていうか。まあまあ第二再生ものとかは少ないから、そういうのやりたいってのはあるけどね。うわ、マジか、最悪だな今。そう、第二次対戦もね、FPS とかはないから、まあ、BF はな、第二次対戦というリークは来たけど、あれ嘘らしいよ、どうやら。噂だと。噂によると、あれ嘘らしいから。やばい、またこれマウス壊れた。やばい、ちょっと、マウス壊れた、クリックが壊れてる。ふざけんな、バカ野郎、マウス壊れた、ちょ、あー落ち着けんじゃねえよ、ちょっと、あれ本当にマウス壊れた。あー、マジふざけんな、もう。なんなんだよ、これ。もう、マジか。実況中に。まあ、さっきもさ、BF の動画撮っててさ、マウス壊れたんだよ。まあ、マウスは一瞬壊れて、あ、まだ大丈夫かなと思ってたけど。買わなきゃダメかな、これ。まあ、あんね持ってんだけどさ、別の。もう、今度は日本語入力が壊れた。ああ、もうボコボコだわ。なんだろう、なんか俺、コットのなんか、呪われてんのかな、俺のコット。ああ、まあこんな感じか。こんな感じですね。なんでだろう、なんか動けなくなったんだよね。で、しかも日本語入力はなぜかオンになってんだよ。謎すぎへん。日本語入力切ったんだよ。日本語を切ったのにダメだ。俺固定放題かな、ここで。しかもこれマウスもさ、戦士がさ、こう普段と違うから。
るんだ。あ、リロードできん。ちょっと打ち尽くすわ俺。完全固定放題化した君ユニコーンになってる。これちょっとダメだ、これ迷惑かけちゃうんだよこれ。あ、いた。くそー、撃てなかったな。あー、こんなんいいところに固定放題した。てか固定放題じゃねえんだって。ちょっとなんでだこれ。あれ、なんでだ、いつもやってるやり方じゃ治んねえぞ。なんでだろうね。もう困っちゃうよもう。一回日本キーボードをちょっとオンにしてみるか。なんか変だな。なんか変だね。なんか変だね。まあそんな感じでちょっともう話は続けるけど、話続けるけどさ、うん、あ、治った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 。話は続けますが、みんなどうだったっていうのを聞きたかった。みんながみんなどう思ったっていう。ちょ、なんで GI ユニット出てんだろうね。なんだろうこの試合、よくわかんねえや。なんかさ、まあ調味料 FPS も なかったわけじゃん。まあまあコット以外でそういうとこ期待しません、これから。超未来 FPS も確かに宇宙でさ戦闘する、あ、まああったか。まあ探せばあるか。探せば全然ありそうだな。探せば全然ありそうなのがちょっと微妙だな。探せばありそうだけど、でもそれでもそんなにたくさんあるわけじゃないでしょ。だからまあまあちょっと楽しみであるけどね、どんなもんなんのかなっていう。ただもうちょっとストーリーは分かりやすくしてほしいね。なんかストーリーはさすがにちょっとこの前やりすぎてた感があるから、あの前の動画でも言ったけどさ、ちょっと、どうだろう、ちょっと狙いすぎじゃないですかっていうのがあったので、まあ今回こそはもう少し優しいキッズでも分かるストーリーにしてほしいですね。いった、マジか。しかも2人キルしてる、いつの間にか。はい、そんな感じで82対92で、なんかクンさんなんか、なんか何キルか戦犯として持ってっちゃった気がするんだよな。まあでも最初の方ちゃんとキルするからいいよね。すげえなこの剣、ソードやばくない？なんかコットのなんか近接って多分 PC 版めっちゃ強いんだよね、コットの近接戦と。なんかコンシューマーのパッドよりも多分クソ強いと思うよ。危ない、よし、危ねえ。まあみんな何だったら満足するんだろうね。第二次大戦だったら満足するのかね。最悪だよ途中で、もうもっともっとキルでいいはずだったのに。ああ、分けるし。ということで皆さんのコットの新作への期待の気持ちを教えてください。じゃあまたね、バイバイ。 You've seen my work. It speaks for itself.